はい、はい、じゃあ試運転の方ですね夜なんで行ってみようと思います。伊藤さんも一緒に行きますんでレッツゴーあ、これいいわ、これいいぞ。夜はこの青いライトが眩しいですね。ウィンターの点灯ライトですね。そうですね、ちょっと眩しいですねお客様が良ければ何か色か何かを塗れば多少は。うん、すごい快適です。仕上がってますね。さすがです。ライトも明るいです。前がすごい見えます。見えますね。明るいですね。僕のクレロイル明るいと思うLED 変えてるんですかね。これ LED 変えてますね。ピアの LED に変えてます、はい、すごい前見やすいです。よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。特に問題はなかった。問題はなさそうだったんで、明日、社長の方で。はい、じゃあ、社長の最終チェックを。はい。では、よろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。はい。じゃあ、いよいよ、明日納車になりましたね。はい。はい。エンジンの公認ですね。取りましたね。取りましたね。お疲れ様でした。ありがとうございました。赤ペン先生で昨日もちょっと動画見直したんですけど金髪祖さんって言われたらしいですね久々ですねって言われたそうですね、岩ちゃん。はい。ででも無事通ったということで、あと整備の方ですねしていただいたということですね。でオイル回り水回り全部交換ということでよろしかったですね。はいはい。あとなんか大きな、なんか棒変えたよとかいうのございましたか？ダメや。フロントブレーキパッドだけは変えてますね。あ、フロントブレーキパッド。はい、で、リアのなんか、カップキットで、なんか。あ、ホイールシリンダー。ホイールシリンダー。あ、そこを新品交換。新品で変えてます。はい。もともとお客さんのご注文で、フェンダーですね、リアフェンダーのハゲが結構多かったんですけど、綺麗に直ってます。で、もう実はね、もう上まで全部塗りました、もう後ろも。ここから上まで、ちょっとちょぼ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 浮いてたんですけど、このフェンダーももう塗りました。だからこの辺全部塗ってます。はい。ほぼ無傷な状態になっております。で、秀樹がですね、ここもう見えないんですけど、プロテクションフィルムっていうやつですね。つけて養生してますんで、まあ、飛び石とかですね、なるべく塗装を傷つけないように、なっております。はい。と、昨日、夜間走行、テストしてもらったんですね。で、ライトを LED に交換ですね。そうですね。元から LED だったんですけど、はいはい。ピアの LED に変えて、はい。明るくなっていましたね、はい。あ、明るくなってました。ありがとうございます。で、内装関係は、オーディオですね。オーディオ、新しいオーディオを入れさせていただきました。あと、ハンドルですね。ダッツンコンペタイプのハンドル。こちらもですね、ご要望でしたので入れさせていただきました。と、ETC が付いてなかったので、ETC。こちらの方もですね。あと、この交換部品についてはですね、いらないものは、まあ、見て捨てていただこうと思っております。こういったものですね。よいしょ。この辺、もろもろ、全部お見せしてです。車検で必要なものもございますので、これはお届けしようと思います。あと、もともとついてたバケットシート、あと、車検用のシート、それと、マフラー、それと、細い、タイヤホイールですね。そちらもつけて、納車しようと思います。はい、最後に、下回りですね、塗装の方、やり直してますので、そこちょっと見て、いこうかなと。はい。じゃあ開けてください。よしよし。今回ね、塗装に関してはですね、秋尾社長に大変、頑張っていただきました。かなり納期も早く、で、仕上げの方もね、抜群に出来上がってきた次第でございます。はい。下回りですね、全部塗装の方を行っております。秋
綺麗になりましたね。フレーム関係も全部綺麗になってます。はい。で、オイル漏れ等も一切ございません。ね。ご注文通りの下回りになっております。気になるところを全部、変えさせていただきました。ということでね、明日、いよいよ、納車でございます。最後にね、僕ちょっとテストランして。いい？はい。はい。じゃあ最終チェック、いきます。はい、快適でしたね、今日もまた完成してます。快適、これ快適、なんか街乗りもできるし、住んでも行けるし、涼しいし、聞きました、公認もらったんですよ。そうですね、陸運支局でございます。大分運輸支局、お墨付きの車両ですよ、何回も常務が苦戦して行ってくれましたからね。はい、はい、最高ですね、最高。伊藤ちゃんのおかげやな。私は何もしてません。何もしてない、何もしてないって言ったら語弊があるので協力をさせていただきましたが、伊藤ちゃんのおかげ、私は大的な元気。リワちゃんも満足ですよ。そうですね、こんだけ仕上がりましたからですね。リワちゃんベタ好きで頑張ってましたからね。これは本当に思い出深い、ね、時代になったと思いますね、本当、はい、今年の多分最高傑作かもしれないですね。今年の最高傑作、今年ってあなた5月からしか知らない。いやいやいや、そう分からない、5月以前にすげえのがあったかもしれん。いやー、ひりきさんですね、入れながらオープニング撮りました。はい、昭和の車ですが、ハチバルガーレージインパクト、車の長屋です。はい、こちらね、秀樹さん、はい、納車準備でございます。今からですね、お隣は福岡県までこちらの S31 スターロード仕様出来上がりましたね。こちら納車に行こうと思います。まあ初めてね、オーナー様が見に来られたのが7月末だったんですよね。で、まあ3ヶ月間たっぷり納車準備かかりましたけど、昨日テストランも終わってバッチリな状態でございます。今からお届けしていこうと思います。じゃあ待っといてください、よろしくお願いします。安心ですね、もう今日はうちのもう岩ちゃんですからね、大丈夫ですよ、何の心配もない。伊藤ちゃんはね、ちょっともうそういうクラス、納車はちょっと難しい、引き取りはねうちの責任でもう壊れても最悪ね、大丈夫かなっていうのはあるんですけど、サイドブレーキ効きませんからね、伊藤さんは。適材者が前にこの前ずっと行ったもん。いよいよです。長かったね、これ。3ヶ月かかりましたよ。やっぱ公認車検よね。大変やった。ただ、ちゅちゅっと取れますわ、つって、大阪商人が言う。ちょっと取れんちゅうね。大ごと、こんな大変とは思わなかったな。ちょっと後ろが、あー、やっぱりもう相当暴れるんよ後ろが。びっくりや、こんな積み方せんやろ普通。ドゴンドガンなりよんけん、ガシャンガシャンなるけんさ、片付け上手ではあるんやけどな、伊藤ちゃん、こう綺麗に名前出して、気を取り直して出発。いいね、バッチリ大丈夫。ちょっと休憩、ちょっと福岡県、佐賀県、福岡県。すごいな、ここ。半々。半
岩ちゃんが呆れております。順調順調、天気も良くなった。安心緊張する、はい、岩ちゃん帰ってくるのを待とう。はいはい、OK です。よいしょ。戦時後の、あ、はい、ありがとうございます。楽しみにしてました。はい、すいません、はい、こちら、はい、菊屋さんのものです。ありがとうございます。昨日熊本にちょっと泊まってきて、で熊本のワインとビールがあったんで、地物の、はい、安物ですけど、いやいやいや、すいません、お口に合うかどうか、はい、ありがとうございます、はい、うわ、なんか気の毒ですね。いや、とんでもないです。これちょっとお安いんですけど、すごく安いんですこれも、はい、大丈夫です。気使うような金額じゃないので、すいません、ありがとうございました。あ、しました、うちの方でですね、L ニッパチの公認が取れました、はい、で車検がついております、はい、でこちら点検記録簿ついてるんですけど、これはもうあのミッションオイルとか、はい、エンジンオイルとか、はい、その辺しか変えておりません、はい、でフロントのブレーキパッドも変えております、はい、それと夜暗かったので LED のランプ、あ、助かります、ありがとうございます、はい、入っております。それとプロテクションフィルムですね、はい、これ、はい、こちらを左右真っ白になっちゃいますから、ね、はい、はい、そうですね、まあ、跳ね上げますからね、はい、あとご希望のハンドル、あ、これありがとうございます。よろしいですか、はい、こちらで全然、はい、もうダットさんタイプのハンドル、はい、そうですね、バッテリーも新品で変えております、はい、とプラグですね、はい、プラグも変えております。でワイパーゴムですね、はい、こちらも変えております。で添加剤をですね、はい、オイルの方と、ガソリンも昨日試運転する前に漏れないかどうかで満タンしてます、はい、でその時に、添加剤ですね、ガソリンの添加剤も入れてますので、はい、水抜きと、はい、防錆ですか、はい、それ効果が入ってるワコーズの添加剤を入れてますので、きちり仕上げております。はい、はい、ありがとうございます。タンクの錆とかってチェックできるんですか？なんかチェックはやっぱり無理なんですね。もうあの、おろして、そういう業者さんに出すしか。そうですね、はい。はい。はい。で、中の方もですね、だいぶ、なんとか。いや、かっこよくなりました。かっこよくなりました。よかったですね。はい、これちょうどよかったんですよ。このレカロ、はい、赤いステッチが入ったのが手に入ったので、はい、ツインでですね、はい、入りましたね。まあ、なんかお似合いかなと。あと、マットですね。うん。こんな感じで。はい。はい、フロアマットも、はい、S30 型に合う型でやったので、はい、ほとんど同じ形だったので、はい、本来ならこうバネが入ってて、はい、ビヨーンって開くんですけど、はい、そのバネが入ってたんですよ、はい、ただもう開きっぱなしになって、このロックが効かない状態になってたので、はいはい、バネはもう取りました。大丈夫です、はい、はい、でもここの塗りご依頼でしたけど、ここまでしてもらって本当上まで全部、はい、もう感謝です、はい、ほぼ半分、はい、後ろ全部行ってますので、ちょっと諦めてたんですけどね、まあ、いや、もう行こうと、はい、もうここまでだったら行こうという、この辺が綺麗になってます、はい、だから向こうもですね、ふにょふにょなってたのがなくなって、非常にここら辺にこう浮きがあったんですけど、綺麗になってますね、はい、はい、あっくんが頑張ってくれました、はい、はい、1年かからなくてよかった、よかったですね、Z1 年かけますからね。お客さんのは早いです。僕のはなんかやたら遅いんですけど。よかったです。はい。はい。そうですね。ちゃんと L ニッパチが公認取れました。はい。もう、そのまま。ありがとうございました。大変です。そのまま車検行きますんで、はい。はい。よろしくお願いいたします。これ電動ファンは
あのスイッチはないんで、もう、自動で、自動なんです。90度やったかな。で、やっぱあの、ぐっとこう、ね、踏み込んで、あの、スターロードで確認したんですけど。踏み込んでる状態だっていけるんですね。そうそう。なるほど、なるほど。そういう状態ですっていうこと。なるほど。あ、わかりました。あ、そうですね。あ、こういうのはいけるんだ。はい。ぐーっともう、サーキットとかで、ヒール&トーをするときはもう、ガーッ踏み込んでこうするんで、できますっていう回答をやったんですね。一般道でするようなもんじゃないと思います。学生の時にケンメリ乗ってて、はい、友人が Y13 の130、はい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 、乗ってて、ちょっと乗せてもらったんですけど、前が長くて、あ、そう、まあ、これ無理って言ってもすぐ降りました。ぶつけたらダメだからって。今回この Z 買おうと思ったのはどういうきっかけなんですか？いや、単純にあの YouTube 見てて、はいはい、かっこいいなと思って。ああ、うちの YouTube 見てて。はい。ああ、本当ですか？ ありがとうございます。サタビルダーズかなんかで、はいはいはい、スターロードは分かってたんですけど、はい、あの、なんていうんですか、なかなか縁がないというか、そんなところまでこう、そうですね、オーダーっていうのはなかなか難しいんですよ。ああ、そういうことですね。どこかの、ミーティングに参加されるんですか？いや、特別そんなに、なんか、で、いけたらなとは思いますけどね。さっきガリやったけど、ストロークがすごい大きいですね。そうですね、ちょっと。ちょっとこんなに。ちょっとクイックではない。もう入ってるだろうと思ったら全然入ってない。はい。あ、鳴りました。ここ取っとってください。来たらバレるぞって。いや、違うか。あ、いいですね。すごっ。わー、かっこいい、これ。FX すごっ。おー、Z700 でしょ。これ、この前乗ってこられたやつ。はい、これ乗っていったやつです。これもよかったら外してもらう。わー、すごい。僕、岩ちゃんしか知らないんですけど、あまり、あまり、あまり感情を出されないけど、珍しく、なんか、岩ちゃん、バイク好きなの。あ、そうなんですか。感情はあります。すごい。すごい、岩ちゃん、どうですか。すごいですね。これ、どうですか。岩ちゃん的にどれが萌え萌えします？萌え萌えですか？はい。萌え萌え、ちょっと RZ 好きだったので。あー、そこ行っちゃいますか。これ一番最近仲間入りしたやつですか？そうですね。これだけ2班ですね。はい。今は大型乗れるようになったんで、大型乗ればいいんだけど、なんか中型がやめられない。中型の方がなんか楽しいんですね。キレがいいですね。はい、あとは、すいません。頑張っても適当に撮ってください。こんな感じでちょっと。よいしょ。うわ、綺麗。あ、それも黄色なんですか。あ、これも黄色なんですか。これ難しいですね、黄色。これはね、黄色の方がいいんですよ。赤はどこ行ってもあるから。出たー。V8 と V12 を並べる人。いますねー。かっこいい。恋 512TR じゃないですか、これめちゃめちゃ欲しいやつです。この光景いいですね。語ってください。すげえ。で、こちらがあれですね、 NA 最終458イタリアデータ。これオープンモデルですね。はい、そうですね。ああ、いやいやいや、セットが入んないから、あれだったら1台持って帰ります。あ、すごい。このセキュリティもまた半端ないですね。もうハンドルもガチガチで、なんか以前車コーナーに、はい、そうですね、あのポンポとか外に出してたんですけどね。あ、
車上荒らし、はいはい、車もバイクも取られたことありますね。ここではないですけど別な場所でですね。だから今はもうアルソック様です。ああそうですね、はい、意外と音小さいんですよ。マフラー変えてても乗ってる自分は。オープンモデルだと乗ってたら全部聞こえるので、すごい爽快なんですけど、はい、こういうモデルって意外と小さくて、横にいる人は爆音が聞こえてる。奥様的にはどれがいいとかある？奥様は全部嫌い。全部嫌い。全部嫌いだ。今日乗って。言えばこれだったら乗ってあげるみたいな。あげるよっていう感じですね。なるほど。どうも。ありがとうございます。あ、黄色のフェラーリかっこいいな。色がいいな、黄色。そうですね、うん、生で初めて見た。色がいい。ちょっと岩ちゃんはトラックで帰ったので、僕たちは寄り道をして帰りましょう。県民賞を見て行きたくなったとこね。もう県民賞か孤独のグルメでしか選んでないんですよね、ご飯を。秘密の県民賞の福岡版でハンバーグが速攻で出てくる店、そこがあったんでそこに行こう。2分で提供してくるらしいよ。ワンフみたいやな。ちっちゃい頃食べよったよ、なんかカチンコチンなハンバーグ。こんなこう大きくしきらんかったやろな、うちの母は。ハンバーグってこのくらいのイメージあったよ。で、世の中に出てこんなハンバーグがあったけんびっくりしたな。うん、やっぱハンバーグち食べんな。ハンバーグ食って帰ろうとかいう気分にならんもん。ハンバーガーは食べるけどな。ハンバーグ食って帰ろうっち、一人暮らしってならんじゃねんか。なる人おるんか。イエーイ、一番乗り、ハンバーグショップ、ミスタージョージ入ります。すみません、どうぞ。2人、はい、どうぞ。お願いします。僕はこれ、こちらお願いします。カキフライ&ハンバーグ。セットでよろしいですか？はい。カキフライ入ります。ソースがですね、7種類から選べるんですよ。僕は一番人気の爽やかソースにしてみました。和風玉ねぎです。ね。はい。テイクアウトのお客さん結構来てます。そうそうそう。結構高齢な方が、ね、多いです。失礼します。ハンバーグセット、スパイスソースご飯ともあります。おお、はい。こちらでよろしいですか？はい。はい。あ、はい。ステパーありがとうございます。来ましたね。来ましたよ。失礼します。2分20秒。こんな感じです。やっぱ早いね。本格的に早いね。すごい。こぐのはね、フライが入ってるからちょっと長めなんですよ。うわ、もう満タン。このハンバーグは箸で食べれるのが売りなんです、ジョージさんがね。はい、おー、来ました来ました。サラダ味噌汁おかわりできますので。あ、ありがとうございます。サラダ味噌汁おかわり自由ですよ。来ました。じゃーん、4分で来ました。4分ね、すごいですね。やっぱフライにする分ちょっぴり時間がかかるんですね。じゃあ手を合わせてください。いただきます。サウザンドレッシング、やっぱもうこれです。ミスタージョージ、今日はミスタージョージいませんね。どの店かによるんでしょうね。現役って書いてましたから。じゃーん、いただきます。うわ、箸でよく切れる。
お待ちのお客様お会計お願いします。美味しい、うん、豆腐みたい。もう一個食べれる。うまいわ。カキフライベチャだけ。野菜も食べて。おいしい。おいしそう。うん。ほんと。ペロリやな。ペロリね。すいません。このセットとスタミナソースでください。カルビ、ジャンカルビハンバーグのセットでよろしいですか。セットスタミナソース。はい。カルビ入ります。やり直す。写真は以上です。はい。はい、お待ちください。まだ入ります。カルビスタミナお願いします。お下げしますね。すいません。お手数をおかけします。すいません。振り出しに戻る。なんか本当食べたの忘れるな。もうなくなると急にお腹が空いてくると。はい。わあ早っ。うわあありがとうございます。来ました。ご飯とシルサラダお買いに行きます。お買いかけください。はい。今回はスタミナソースにしてみました。こちらですね。ナンバー2。はい、このセットが入ります。いただきます。卵を溶いてハンバーグね。大人の所業を見せなくちゃいけない。コーディネーター入ります。じゃあスタミナ、そうスタミナソースは和風ニンニクです。いただきます。ハンバーグ弁当の爽やかです。うん。ご飯入ります。ゆかり弁当、ご飯なし1枚、ゆかり弁当1枚。これはこれでうまいな。うまいです。はい。はい。いや、こっちはないですね。コチュジャンソース。カルビです。ご飯入ります。ご飯弁当のおもりをお願いします。うまっ。とってがある和風リンゴドレッシング味変です。リンゴね。なるほどなるほど。食べてみよう。あ、おいしい。あ、こっちの方がするかも。うん、おいしい。あ、これおいしい。2枚目も全然軽いよね、これ。うん、ご飯進む。うん、うん、うまま、うまま、うまま、まあまあまあ。やっぱりご飯食べんと力出ないよな。まず野菜を片付けましょう。おいしい。リンゴの酸味がいいね。
メロリアン。もう一個食べて。今日客単価がちょっと増えたんで。はい、ミスタージョージさんのハンバーグ、うまいこと。ごちそうさまでした。さあ安全運転でやりましょう。美味しかった。めっちゃうまかった。ハンバーグショップ。ハンバーグショップってでもないよな。これ近くあったら帰り寄って帰れるわ。なんかこうファミリー感なくても行けるオーラがある。行きます。はい、以上 S31 フェアレディ Z スターロード仕様納車編でございました。いろんなスーパーカー見せてくれてありがとうございました。励みになります。いや、かっこよかったわ。はい、あとですね、旧車で旅するときぜひ大分来たときはお寄りくださいませ。はい、それでは皆さんまた来てね。じゃあね、安全運転で帰りましょう。